メタンちゃんのお家って日本人のお家じゃないのに、生活保護を受けているのだ。え？お母さんが言ってたのだ。メタンちゃんは外国人なのだ。お母さんが外国人だよ。だから貧乏なのだ。外国人はお給料の低い仕事にしかつけないから。かわいそうなのだ。どうなんだろう。みんないろいろだから。でも、いくら貧乏でも、生活保護を受けるのはおかしいのだ。日本人のお金で暮らしてるのだ。日本の人たちに申し訳ないと思わないのだ。ごめんなさい。メタンちゃんのお父さんやお母さんは、どうしてもっと働かないのだ。外国人だからなのだ。うち、お父さんいないから。どうしていないのだ？かわいそうなのだ。片親だと子供が不良になりやすいのだ。離婚、してるから。じゃあお母さんがもっと働けばいいのだ。日本で暮らしてるのに、日本人に迷惑をかけたらいけないと思うのだ。ごめんなさい。はい、皆さん。もうすぐ給食の時間もおしまいですからね。できるだけ残さないようにしてくださいね。先生。はい。ずんだもんさん、どうしましたか？食べ残った給食は、メタンちゃんにあげるといいと思いますなのだ。メタンちゃんのお家は貧乏なのだ。メタンちゃんはきっといつも飢えているのだ。クラスのみんなの食べ残しを集めて、少しでも助けてあげるべきだと思うのだ。そうすれば生活保護をもらわなくて済むのだ。捨ててしまう食べ物も減って一石二鳥なのだ。それはいい考えですね。先生は感動しました。皆さん、同じクラスのお友達のために協力できますか？はい。はい。メタンちゃん、僕のピーマンと人参をあげるのだ。ありがとう。ご飯粒の残りもあげるのだ。一杯食べてほしいのだ。あら、いいわね。メタンさん、タッパをあげるから、お家の方にも持って帰ってあげてね。先生、僕、これから給食は、いつも半分残してメタンちゃんにあげることにしますなのだ。ずんだもんさん、偉いわ。とってもお友達思いなのね。その日、残飯を持ち帰った私を見て、お母さんは涙を流した。お母さんはごめんね、ごめんねと言って、いつまでも泣いていた。